皆さんこんにちは。千葉ジェッツ船橋フライトクルーチアリーダーズのいちかとゆうこと、マスコットキャラクターのジャンボくんです。船橋東警察署管内ではいまだに電話で詐欺の被害が多発しております。市役所員を名乗り、コロナのことについて調べている、配達業者を名乗り、伝票がコロナの消毒で読めなくなってしまったため住所を教えてほしい、病院関係者を名乗り、息子さんがコロナで入院しました、助成金サポートセンターを名乗り、補助金が出るので口座番号を教えてほしい、などと騙し手口が流行っています。皆さんも怪しい電話がかかってきた際には警察署へご連絡をお願いいたします。また小学生、中学生のみんな、最近不審者も増えてきています。知らない人に名前や住所を聞かれても絶対に教えないでください。お家でお留守番している時に知らない人が訪ねてきても絶対にドアを開けないでください。みんなよろしくね。学校再開まで宿題をちゃんとやりつつ、お家で楽しく遊んだり体を動かしたりしてコロナに勝利しましょう。千葉ジェッツ船橋は船橋東警察署と連携して皆様が安心して暮らせるよう今後も活動してまいります。ワン、ツー、スリー、ゴー、ジェッツ。